資料の腹渡、ライジングを見たよ。まあ、アッシュが出てこないね。資料の腹渡として。まあ、なんつうか、やっぱアッシュがいないと、怖いなっていう。あってね。いや、怖いなっていうかね、なんつうか、なんとかしてくれそう感はないよなって。なんか、ギャグ感もないし。そういう面がね、怖さがあるのかもしれないね。まあ、ただね、いわゆる、オリジナルの教授枠っていう、教授枠のなんか、ネクロノミコンに対してのあの呪文を唱える枠がね、俺吹き替えで見てたんだけどね、吹き替えだとね、エバラマサシさんがやっててね、あれエバラマサシさんの声ってこれアッシュじゃねえかと思って。でもあれ、言語版だと、あれなんかな、ブルース・キャンベルさんがやってるのかな、あそこらへん。なんかそんな感じはしてそう。うん。そういう声だけ姿勢みたいな感じなのかな。まあ、ね、結構ね、なんか面白かったな。やっぱりね、なんかこう嫌な気分になるね、なんかシーンがね割と多くてね、まあそういうところを見たくてホラー映画を見てるところあるけどさ、そこら辺は満足な。やっぱりね、なんだろうね、ワイングラスボリボリ食って飲み込んでるシーンとかさ、なんか嫌な気分になってね、よかったわ。まあ途中からね、チェーンソー出てきたりとかさ、ショットガンとか出てきたりとかさ、そこら辺もなんか資料の腹渡だなっていうところは、まああって。まあ、割と普通に楽しめるもんじゃないかな。うん、やっぱね、大事な人にね、資料が取り付いて、そこから、もうなんか、ひどいことになるっていうのは、なんか資料の腹渡らしいところはあるね。うん。まあ、それにしても、どこまで人が死ぬかなと思ったけど、まあ、結構なんか、子供たちとか簡単に死んでね。驚いた。なんか、うん。いやー、やっぱりね、なんか、こう、もうちょっとなんか、持たせるかなとは思ったんだけどね。もう、あっけなくなんか死んで。子供に対しても容赦ねえなと思ったけど、やっぱ一番ちっちゃい子はね、殺されなかったから、まあそこら辺は、ホラー映画なのかなって。まあ、ホラー映画だとしても、ちっちゃい子もね、遠慮なく殺すところとかある。まあ、今作では一番ちっちゃい子は殺せなかったって。でもなんか俺たまに思うんだよね。なんかすんげえちっちゃい子がさ、ホラー映画に出ててさ、どこまで、なんか、メンタルコントロールしてんだろうみたいな、そこら辺すげえ気になるんだよな。子供に対してさ、めっちゃ赤いなんか血のりとかさ、ブシャーってかけまくってさ、ほんと、7歳か8歳ぐらいの子だよ。なんか見た目的に。それに対して血のりとか、まあ、映像を作るとはいえさ、なんか、そこら辺なんか気にせずやれるもんなのかなとか、なんかそこら辺なんか考えちゃったな、見てて。なんかやっぱホラーメイクとかさ、しながらさ、なんか顔面近づけたりとかしててさ、そこら辺なんか、子供はどう思いながら演技してんだろうなんかそういうところ、そういうところなんか気になっちゃったな、なんか。そういうなんか裏側とか気にするようになってきちゃったな。どうなんでしょう。